97年当時のグランツーリスモの開発の終盤というのは、もう自分たちが世界的に見てもね、すごい仕事をしてるんじゃないかっていう手応えが、まあ、日に日に増していって、でとにかくパーフェクトなものを出したい、もうでこれが出せれば、まあ、死んでもいいと思ってね、作ってましたね。それが97年当時に最初のグランツーリスモを作ってた時に僕は感じていたことなんですけれども、そのために僕ら打ち込んでるわけですけれども、これはすごいタイトルになるぞっていうね、手応えを日に日に感じているんですね。ですから今回の GT スポーツを作ってる時の感覚というのは、これまでのシリーズの中で最も GT1 を作ってる時の感覚に近いと思います。僕がポリフォニーを作った時、ちょうど19年前ですね、にどんな会社にしようと思ったかというと、ある意味大学のキャンパスのようでありながら、最先端の研究所のようでもありながら、やっぱこうハイスクールのクラブの部室のような、ここがプレイエリアです。グランツーリスモスポーツでは20人で、オンラインでの対戦なんかをやりますけれども、そういった対戦プレーのデバッグのためにこのファシリティを使ってます。でこの辺りが、ランドスケープデザインです。ポリフォニーというのは今200人ぐらいのメンバーでグランツーリスモを作っていますけれども、その200人のメンバー一人一人が、その人でなければできない仕事をやってるんですね。つまりこう入れ替えが不可能な人たちが200人このポリフォニーでは働いていて、グランツーリスモを作っていく過程で集めた資料、こういったユニットもちゃんと一つ一つ中身まで正確に作っているので大事ですね。こういったロゴのデザインである、パックアートのトライアル、でここはこれまでグランツーリスモでいただいた、アワードであるとかトロフィーであるとかそういうものが置いてあって、これが僕が2012年頃に使っていたニュルブルクリンクのヘルメットですね。はい、ここが僕が普段、仕事をしている場所で、そうですね、大体ビデオカメラとかカメラとか、あるいは音楽用の機材だとか、そういうものがで常にこう埋まってますね。いろんな実験がここで行われています。でここが僕のデスクです。 Do you want to play something for us?今なんか弾いてもらえませんか。なんかじゃあ弾きましょうか。 GT スポーツのクローズドベータのテーマでも弾きましょうか。そうですね、グランツーリスモスポーツというのは、大変こう規模の大きなタイトルですね。GT1 が登場した時のグランツーリスモというのも、やっぱり当時のプレイステーション、これまでのグランツーリスモが GT6 までが、ファーストジェネレーションだとするならば、今回の GT スポーツというのはセカンドジェネレーションの大きく変化を遂げたグランツーリスモということになります。プレイステーション。